ノルマンディ上陸作戦を描いた映画はいくつかあるんですけど例えば「プライベート・ライアン」なんかそうですよねだけど決定版はこの1962年に作られた史上最大の作戦ですね。 この映画の原作はノンフィクション作家のコーネリアス・ライアンがですね上陸作戦に参加した千数百名の兵士にインタビューして彼らが上陸作戦の前日および当日に何をしていたかを聞いてそれをまあ,あのコラージュ風に書いたベストセラーなんですがこの本に20世紀フォックスの大プロデューサーのダリル・エフ・ザラックが飛びついて映画化したのが史上最大の作戦ですこの映画のファーストカットとラストカットクレジットが出るラストカットそしてポスターはこの絵でした こんだけけ金をかけてるこれ日本人が作ったからあのこんなジャケットになってますけど向こうの映画のポスターこれですよこれ浜辺に転がったヘルメットもうこれだけでですねどんだけこの浜で激戦があったかっていうことを想像させるすっごいうまいビジュアルだったと思いますねそしてもう僕はこの映画褒め始めると止まんなくなっちゃうんですがもう1個だけ。